ビ月ズゲータザイモンゲータザイモン文政10年3月21日開影3年5月24日は、非前国松浦郡出身の江戸時代の力士。本名は、墨、谷洋作。身長が227センチメートル、体重が169キログラムあり、日本一の巨漢力士であった。平戸藩行き月島は、江戸時代中期より捕鯨で有名となり、 文政年間には日本一の焦げ量を誇っていた。四個名はその記事と体格にちなんで付けられた。最高位は西張田市全島。東京都江東区にある富岡八幡宮に巨人力士比、巨人力士手形足形石踏みがあり、その大きさを実感することができる。ちなみに手形は長さ2 5トル、幅1 1トルもある。 漁師であった田中と、春夫婦の間に生まれた。母親の夢に、クジラが現れ、洋作が生まれたなどの伝説が残るが、一般の新生児の倍ほどの大きさで生まれ、サンバを驚かせたともある。幼少期の洋作が漁師であった父親の船に乗ることを望んだが、その巨体を理由に乗船させてもらえなかったため、失業の際、船に積んだ網を離さず。 逆に船を陸へ引っ張り上げてしまったという話が伝わる。巨漢の要作はしかし将棺は優しく、乗船こそさせてもらえなかったが、親の仕事の手伝いはよくし、船が港に戻ると、毎度一人で船を引き上げ、ひっくり返して水抜きをしていたとも伝わる。 その他にも、八丁矢倉の瀬コ舟と砂浜の洋作が、綱引きをして彼が勝利した、十四歳でクジラを仕留めて、クジラの洋作、クジラと呼ばれた、など、彼の記事には、多数の伝説的逸話が残り、真の出来事も誇張も後付けの創作も含まれるで、あろうが、当時、及び後世に、故郷で、彼が愛されてきたことが伺い知れる。平戸行月きき島に、挙動あり、 の話は全国に伝わり、各方面からの各入りの誘いがあったが、当初両親は、我が子が見せ物にされるとこれを断っていた。後、大阪の小野川家平寺の門に入り、18歳で、初土俵、翌年1844年に江戸相撲の玉垣、角之助門下に入った。行く月芸太財門の名は、当時の平戸藩主から与えられた、とされている。芸太財門は、江戸以降であり、 大阪の頃はなお、行きつきくじら基地だったとする資料もある。行く月芸多財門の人気は高く、一応再報告ら著名な作家の手による錦絵も多数残されている。巨体から繰り出される技は豪快で、張り手と突っ張りに威力を発揮したとされているが、巨体を広め的な工業が多く、番付けに張り出されて、以降の6年12場所間、ほとんど土俵入りのみの出場であった。 生高き経営にいく少くなく、はしごを仕立てたるごとくに手とする当時の記述もあり、縦方向への巨体であったらしい。なおその巨体だけでなく、顔も人気であったらしい。江戸でも、芝、千葉太郎に招かれた時に出された秋桃をまんじゅうでも、割れるようにして割って食べたと、巨体と怪力を生かしたエピソードにはこと書か,かなかった。江戸では女遊びを覚えたようで、 両国の水茶屋の評判娘に振られたので、腹瀬に水茶屋の近くの見せ物小屋に出ていた一寸玉之助という身長1メートル程度の女性を妻にしたエピソードも伝わっている。度が過ぎたのか、晩年の約5年間は総読をかかっていた。平戸藩主の松浦博は芸太左衛門を松浦家の江戸での菩提寺である天章寺の長屋の2階に住まわせていた。 嘉永三3年にゲータザイモンが24歳で死去した際、遺体を運び出すのに、長屋の天井を切り開いて搬出したと伝わる。同時に墓所が残る。戒名は、春光院巨海行き着き小路。越後での巡業に、出立の際、活気にて病死とする、資料あり。また、総毒で死んだとする資料も残っている。しても、なお、地獄で、 鬼が呆れるという大の絵が発行された。ありがとうございます。